はい、皆さんこんにちは。1月後半ですけども、静岡は暖かい日が続いてますね。鈴木です。よろしくお願いします。今日はですね、フェイントについてお話ししたいと思います。前回もフェイントのね、定義をね、やってきましたけども、コメントにね、いろんなフェイントを知りたいということで、コメントいただきましたんで、フェイントの定義第2弾ということでね、お送りしたいと思います。で、フェイントね、いろんな種類あります。言ってみれば無数です。何百種類、何万種類もありますので、どれをね、紹介するっていうのと、難しくなってしまうので、それを踏まえた、まずフェイントの定義っていう部分2第2弾でもねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、でまず、どんなねワードでもいいんですけど、はい、ということで、まずはフェイントのね定義第2弾ということで、じゃあローキックのフェイントとかやりましょうかね。例えばですけど、遠めのローキック打ちます、ね、打ってますね。遠めのローキック打ってます。バーン、ね、遠くからバーン、遠めのローキックを打ってます。で、そのねフェイント、ローキックのフェイントをやりたいということですね。はい、でまず第一前提としてローキックが当たってないとこのフェイントを効かないですよね。そこをまず考えてほしい。いきなしローキックのフェイントやってもそんなには効果は、ないわけじゃないんですけどね、なりにくいですよね。もっと言えばよりローキックが入っている状態になってくると、そのローキックのフェイントが入りやすくなるんですよね。はい、なので単純に、ローキックが入ってきましたね。相手が意識してます。前も言った時に意識したらチャンス、意識したらね、意識したらまたローキックじゃなくて、意識したらローキックのフェイントでローキックだと思わせてから、ね、違う攻撃をしていく、ね、それがフェイントの定義ですよね。はい、でじゃあそのローキックのフェイントを どこまでやればいいかってことですよ ね。ここまでやるのか、踏み込みでやるのか、ここまでやるのか、ね、フェイントの、大きさもありますよね。それは相手にもよりますし、相手がね、ちょっとのフェイントでも大きく反応する、それだけ効いてるかもしれないですけど、それだけあるかもしれないし、ここまでやってやっとこうね、カットし始めて何か意識するっていう場合もある。相手のそのあれにもよりますよ、やっぱりね。フェイントがこのフェイントのところまで、あとは自分のフェイントのうまさね。結構いうのが、フェイントやったんだけど、フェイントが効かないっていう印象の中で、それが、フェイントなのか何なのか分かんない時があるんで、それはフェイントにならないんですよね。ローキックが効いて、気にしてる中で、そのローキックを蹴るフェイントが、蹴るフォームに近い動作でフェイントができればいいわけですよね。そっちの方が有効で。ね。そうなんですね。ローキックのフェイント、ね、ローキックのフェイント、ね、このローキックじゃないようなフェイントをしても意味ないと思うんですね。だからまずはローキックのフェイントの、をリアルに再現することも一個重要な点があると思いますし、大げさにやるのも結構、一個の手段でもありますよね、多少ね。で大げさというのはだからローキックを打つフォームの大げさなフォーム場所 ね、大げさにやってね、そうだから、でその、ね、どこまでやるかっていうのもその相手の反応にもよるし、次の攻撃のバランスにもよります。パンチなのか蹴りなのか何なのかによっても、これの、ね、大きくフェイントやりすぎて、次のね実際の次の攻撃が遅くなっては意味ないので、大きくやってもすぐになんかねできる技であればそれでもいいし、だからそのフェイントの、やり具合っていうのは、大きさ具合はその相手の判断とか次の攻撃の種類によっても変わりますよね。はい、です、ね、
もちろんだから前も言ったようにね、なんだ、いきなりね、こうやってローキックを振り抜いてもいいんですよ。ただ効果的なのは相手が、あ、これローキックだなっていつも気にしだす、嫌がってくる、入ってくる時にはよりフェイントにすると入りやすくなりますよねって話ですね、はい、だからそれは何でも同じですよね、左フックが 入ってきますね、左フックが入ってきたら左フックのフェイントも有効になると思うし、右ストレートだったら私は右ストレートのフェイントね、前右のフェイント、いろいろありますよね。だから無数にあるんですね。大前提としてもちろんいきなりのね、あのパンチするよ、フックするよのフェイントはいいですけども、その前に当たってるやつ、当たってるやつで相手が気にしてるやつに対してフェイントを行うのが、まあ一つのセオリーとして、考えていかなきゃならないことですね。はい、というわけで、フェイントの種類に関してはまずは、自分相手に、当たってるやつ、ね、もしくは意図的に当ててるやつ、ね、効果があるなと思う技、もしくは技だかな、技、うん、まずはね、それにをやるよっていうフォームをフェイントにするそこで、が、まあ、第一のセオリーかなと思います、ね。ミドルが入っていればミドルをやるふりをするフェイント。ね、それが、どこまで大きくするか、どこまで、ミドルを蹴るふりはどこまでやればいいのかとかね、そこは相手の反応にもよりますし、もっても自分のそのふり、フェイントが下手か上手いかもありますんで、うん、そういうところが、まあ意識して練習できるとまたよりね効果的なフェイントになるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですかね。またフェイントについてもまだね、実はまだ定義として、まあ、あるんでそこはねまたおいおいねやっていきたいと思います。それでは、この動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。また、過去の動画は再生リストにございますので、そこからね、ぜひ探してね、見てみてください。あとはコメントもね、お待ちしております。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。